はい、こんにちは。電磁気学の基礎の勉強していきましょう。今日はコンデンサーについて勉強します。さて、コンデンサーというのは2枚の導体に電荷を帯びさせたものです。ダムを思い浮かべるといいんじゃないでしょうかね。水に相当するのはこの電荷で、それから高さに相当するのが、電圧です。なので、ここで、こっちプラス Q、マイナス Q みたいになっていると、ちょうどここに、電波ができますよね。さて、コンデンサーの、どんだけその溜め込めるか、水を溜め込めるかっていう量を定義したいですよね。水の代わりだから、電荷を溜め込めるのかっていう量を定義したいですよね。それをコンデンサーの静電容量と呼びます。C と書きましょう。で、C は V 分の Q。V は電圧、Q は電荷です。電位差を 1V 上げるのに必要な電荷が1クーロンだったとき、その静電容量を1ファラトと呼びます。なので、もし 1V と 1V の電位差を固定しておいて、ダムの高さを固定しておくと、C を大きくするっていうことは、Q が大きくなるっていうことを意味していますね。C が大きいほど、容量が大きいほど電荷も大きくなるということですね。はい。さあ、ここで、いろいろ計算したいわけですけれども、電荷面密度、このコンデンサーのここにある電荷面密度をオメガとしましょう。単位面積あたりの電荷のことをオメガと呼びましょう。そうすると、これまで今下から覗き込んだ図ですけれども、まずこういう S という、面積を取ってやりましょう。この S という面積で、この、マクセルの方程式の1番目を体積積分します。体積なので、この面積にこの奥行き、これが下から覗き込んだ図で、これがその横から見た図ですね。この箱で体積積分をしてやります。そうすると、このようになりますかね。この面積分、体積積分の、まずこっちはガウスローから、面積積分、こっち方向の電波だけになりますよね。他の方向出ていかないので。だから S かける E になります。で、こっち側っていうのは、この体積の中にある電荷なので、オメガかける S ですよね。オメガかける S だけが全体のこの体、今ボックスを考えた中の、電荷になりますよね。で、それをイプシロンで割るということになります。というわけで、これ S 偏偏割ってしまえばいいから、 E はこのように書けますよね。さて、電場というのは、このスカラーポテンシャル、静電ポテンシャル、電位差ですよね。電位ですよね。それから、それの勾配にマイナスをかけたもので書くことができましたね。で、今これこっち方向しかないわけです。こっち方向しかないわけです。だから、X、一次元ですね。X 方向、こっち X 方向しましょうか。X 方向しかありません、これ。なので、これ単なる X の微分ということですよね。マイナスのこう X の微分ということになります。なので、ファイを X で微分したやつがマイナスイプシロン分のオメガで、これはもう定数ですよ。で、こんなんちゃんちゃらおかしい。もうめっちゃ簡単ですよね。解けばいいですよね。Y は、X かけてやる。かけるだけですよね。それに積分定数がかかってくると。ちょっと不安だったらこれ微分すればいいですね。X で微分したら、この前の係数が残るだけですよね。だから答えはこのようになります。1回積分するということは、1つ決まらない量、積分定数が出てきます。なぜなら、微分すると、この定数項は落ちちゃいますよね。だから1回微分すると、こういう情報は失われる。なので、積分するとこういう新たに情報を
決めるためには、電位差を決めるためには、電位を決めるためには、ある情報が必要、一つの情報が必要になってきます。1回の微分方程式を解くためだったら、解いて積分1回したら、必ず一つの情報が必要になる、わけですね。さあ、というわけで、まあ、電位差として、こっち方向にポテンシャル、電位を書きましょうか。そうすると、今こう、このように、マイナスなんちゃら x みたいな感じで、こう、リニアに直線が、直線で、こう、電位差が表されることになりますね。さあ、こっからここ、距離を d にしましょうか。このコンデンサーの間の距離を d にしましょう。で、ここを0として、ここを d にしましょうか。座標をこのように取ってやります。そうすると、電位差っていうのは、ここの電位からここの電位を引いたものなので、それはまさにここに入れてやると、このように決まります。電位差だけなので、この積分定数関係ないですね。決まらないです。決まらないというか関係ないですね。引き算でやって、差ですからね。差を取ってしまえば、もうここだけしか効かないですね。さあ、全電荷はどのようになっているかというと、綿密度に S をかければいいですよね。で、これ全、コンデンサー全体を取りましょう。その、だから、今さっきは S としましたが、今度はコンデンサー全体の面積として ST としましょうか。トータルっていう意味ですね。で、静電容量は C っていうのはこのように書けましたよね。で、この、Q をここに入れてやりましょう。それから V についてここに入れてやりましょう。そうすると静電容量っていうのはこのように書けますよね。こう書けます。静電容量 C っていうは、いうものはこのように書くことができます。というわけでこうですよ。さあ、じゃあ具体的にちょっと見てやりましょうか。1ファラッドの平行板コンデンサーがあったとします。それの面積を求めましょう。間を、その2つのこの間ですね。このコンデンサーの隙間というか間を 0.001m。だから1,2,3 だから1ミリですか ?1 ミリにしましょう。そうすると、どのくらいの面積が必要でしょう。計算してみましょう。こっからやればいいですよね。今、コンデンサー1ファラッドなので C は1ですよ。で、この D。D っていうのは1ミリですね。こうですね。そうすると面積はどうなるかっていうと、まあこれ、あとイプシロン。イプシロン0を入れてやればいいですね。答えはこんくらいになります。10の8乗平方メーター。10の8乗平方メーターっていうのは多分10キロかける10キロですね。めちゃくちゃでかいですね。10キロ。一つの辺が10キロの平行板。こんなむちゃくちゃでかいわけです。なので、このファラッドっていう単位がですね、ちょっとでかすぎるんですね。なので、よく使うのは、まあ、電気回路とかやっていると、このマイクロファラッド。マイクロっていうのは10のマイナス6乗のことですね。マイクロメートルってミクロ。10のマイナス6乗メートルですよね。で、ピコ。ピコっていうのは10のマイナス12乗って意味なので、ピコファラッドなどが実用上は使われることが多いですね。はい。では、電場のエネルギー。コンデンサーに蓄えられたエネルギーを計算していきましょう。まあ、このダムで言ったらですね、この水の、この電位差じゃない、高さに対して、どんだけこう持ち上がってここに溜めとけるか。まあ、エネルギー持ってるわけですよね。そこから、落とすことで発電もできるし、そのエネルギーを計算しましょう。で、ちょっと水だとやりにくいかなと思ったので、まあ、山の高さにですね、こう、宅急便の人が、ちょこちょこと荷物を持って、まあ、上にこう持ち上げて、溜めていく。電荷球を溜めていくのをちょっと想像していきましょう。それと似てますよね。まずじゃあ、微小電荷を考えます。DQ。微小電荷。これプラスの電荷にしましょう。っていうのをマイナスの電極からプラスの電極まで運ぶのに必要なエネルギーをまず計算してやります。力はどのくらいかかるかっていうと、この電荷かける、電場ですよね。電荷かける
電波。また磁場って言いそうになったけど。それがこれ、かかる力です。いいですかね。こういう力がかかると。で、それを B から A まで、運んでやるわけです。それが仕事量、エネルギーですよね。エネルギー、仕事量っていうのは力かける距離です。だから今の力かける、ちょっとずつ動いて、これが距離ですよ。この距離を B から A まで運んでやりましょうっていう計算をします。積分ですね。力かける距離。で、距離はちょこっちょこっと動く。微小距離を、足していって B から A まで、運びますという式ですよね。これが、この微小量、微小電荷を B から A まで運んでいくために必要な仕事量ですね。さあ、計算しましょう。E っていうのはこの電位差。電位差というか、静電ポテンシャル、ポテンシャル、電位でかけましたよね。だからここに入れてあります。そうするとこうなりますね。それで、まあこの式思い出してください。まあこの式だけど、今1次元なのでもっと簡単ですよね。こんな感じ。で、それをここに入れてやると、単に、ここはもう D のファイになりますね。ここ。まあこれ微分して、微分の記号がこれ分母にあって、分子にあるので、それを打ち消したようなもんだと思ってもいいです。そうすると、このファイについて、ちょっとずつちょっとずつ、この B から A までっていう意味は、これは単にファイの A 引くファイの B です。だから A の電位から B の電位を引いたものですね。A と B の電位差のことです。で、コンデンサーの静電容量っていうのは、先ほどの V 分の9でしたから、このように書けますよね。で、これをここに入れてやると、そうするとこのように書けます。いいですかね。微小球を、運ぶのに必要なエネルギー、仕事量というのはこのようになります。というわけで、DW というのはこのように書くことができました。さあ、これを少しずつ運んでいって、で、球までにすればいいわけですよね。だから0から大きな球までにすればいいと。この微小量を0から大きな9の値まで足していってやると。ちょっとずつちょっとずつ足していくっていうのがこの世論という記号でしたよね。なので、これ積分してやると、9について積分してやると、2分の9次乗になりますね。積分っていうのは難しいけど、微分とはいつでもできますから、まあ、逆にこう微分してやれば、9の次乗を、この9の事乗を微分すると2が落ちてきて9の事乗になりますよね。だからその2がキャンセルするので、このように元に戻りますよね。で、これは0から9で9の値を入れて、それから0の値を引くっていうんです、ここは。そうすると答えはこのようになります。これはコンデンサー内の電場に蓄えられるエネルギーということになります。じゃあちょっと例題やりましょうか。10マイクロファラド。ファラドはでかすぎたので、マイクロにしましょうね。10マイクロファラドのコンデンサーを250ボルトに充電したとき、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーはいくらか。さあ、今の計算をしてみますよ。これをやるだけですね。で、こうでしたね。Q っていうのは CV ですから、このように書けます。で、C は、10マイクロファラド。それから電位差っていうのは250ボルトだったので、それをかけてやると、0.3110。これ単位は10になります。はい。というわけです。じゃあ、エネルギー密度はどうでしょうね。エネルギー密度はどうでしょう。E っていうのは、まあ、こうですよね。こいつを思い出します。先ほどの電場はこのようにかけました。で、コンデンサー。C っていうのは、その、間隔とトータルの面積。で、このように書けましたよね。それをこことここに入れてやります。そうすると、U0 っていうのは、エネルギーっていうのは、全エネルギーっていうのはこうなりますね。さっきの、こいつ。このようになります。で、ここで、ここっていうのは体積ですよね。ここの体積。だから、体積で割ってやれば、エネルギー密度になりますよね。密度っていうのは、単位体積あたりのエネルギーなので、この体積で割ってやればいいだけで、
エネルギー密度は2分のエプシロン0 E の2乗というきれいな形で書くことができます。はい、では次回は電流について勉強していきましょう。